どうも、ゼンと申します。今回からですね、数パートに分けて片手剣の全体的な解説をしていきたいと思います。扱う内容として具体的にはモーションとコンボ、小技とテクニック、それからスキルと覚醒能力ですね。これらについて話していきたいと思います。この動画パート1の中では、モーションとコンボの中でも特に基本的な剣攻撃を組み合わせたコンボである旋回ループについて話していきたいと思います。注意としては、解説には私の個人的な考えが多分に含まれているので、絶対に正解っていうわけではありません。そこを念頭に置いてご覧ください。あと、この動画ではかなり基本的なところから話していきます。概要欄にタイムスタンプを置いておくので、もう知ってるってとこがあったら各自飛ばしてみてください。それではやっていきましょう。まず各モーションの解説からしていきます。三角ボタンを押すと切り下ろし、横切り、剣盾コンボと出ます。このうち剣盾コンボに関しては、これ非常に弱い技なので、基本的に出してはいけない死にモーションになってます。モーション名の下に出ているこの数字はモーション値といって、その攻撃の強さを表す数字です。細かい説明は省くんですけど、とりあえずこの数字が大きければ大きいほど与えるダメージが大きくなるっていう感じで OK です。丸攻撃、 L スティックを入力しない状態で丸で水平切り、切り返しと出ます。この2つはモーション値が高くて優秀なので、かなり使用頻度が高いです。ちなみにもう一度丸を押すと回転切りっていうのが出せるんですが、この回転切りは後で言うように三角プラス丸からでも出せるので、私は混乱しちゃうのでいつも三角プラス丸で出してます。ちなみに L スティックを入力した状態で丸だと縦攻撃が出ます。これコンボの途中でも縦攻撃になってしまうので、剣攻撃の方を出したいときは L スティックを入力しないようにする必要があります。で、縦攻撃に関してはあんまり積極的に使うもんではないんですが、こんな感じであとちょっとでスタンが取れるっていうときには使うことがあります。三角プラス丸、コンボ途中でなければ突進切りが、コンボ途中であれば回転切りがそれぞれ出ます。突進切りに関しては距離を詰めつつ攻撃できるので、これもかなり使用頻度が高いです。回転切りに関しては威力は高いもののモーションが長いので、これを使ってしまうと基本的に DPS は落ちます。ただ回転切りは攻撃するときに少し前進するので、位置調整をしながら攻撃することができます。これに関しては後ほど旋回ループの項でまた話したいと思います。あと、納刀した状態から三角で抜刀と同時に突進切りが出せます。突進切りを崖に向かって出すと自動的にジャンプ突進切りに派生します。さらに空中で三角でジャンプ切りを出せます。突進切りを崖を登る向きに出すと自動的にジャンプ切り上げに派生します。さらにジャンプ切りも出せます。ちなみに単純に崖を登っている時に丸ボタンでもジャンプ切り上げが出せます。坂を下る方向に突進切りを出すとスライディング切りに、さらにそこからジャンプ切り上げ、ジャンプ切りと派生します。スライディングはやたらとモーション値が高いんですが、坂で突進切りが出せなくなってしまうのでぶっちゃけ邪魔です。今話したようなジャンプ攻撃には全て乗り地があるので、モンスターに乗ることができます。駆け上がれる坂に向かって突進切りを出すと落下突きが出せます。コントロールはしにくいんですが、威力が高くてかなり乗りやすい攻撃なので、ムフェトジーバーなんかではよく使えますね。突進切りの後に三角を押してしまうと、こんな感じでショート縦攻撃っていうのが出ます。ただこれかなり弱いので、突進切りの後は基本的には水平切りか旋回切りを出すといいと思います。はい、続いて最重要技ともいえる旋回切りについてです。コンボの途中に正面以外の方向に L スティックを入れて三角で旋回切り突きと出ます。これ任意の方向に向きを変えながら攻撃できる上、突きに関してはモーション値もかなり高いです。で、旋回切りはこんな感じで回避の直後にも出すことができます。これもかなり便利ですね。ちなみに注意として、旋回切りは最低でも正面から45度程度は角度をつけないと出せません。正面に出そうとしてもさっき言った死にモーションの剣盾コンボが出てしまうので注意してください。はい、最後にローリング直後に三角、もしくはガード中に三角で切り上げが出ます。これモーションとしてはかなり弱いんですが、開始直後の正面への攻撃であったり、あとは抜刀と同時に目の前の箇所へ攻撃し始められるので、これも地味によく使いますね。はい、今説明したような基本的な剣攻撃を組み合わせたコンボのことを俗に旋回ループと呼びます。
で、空手拳って技の派生の幅がめちゃくちゃ広くて、いろんなモーションからいろんなモーションに派生できてしまうんですね。例えばこの切り下ろしの後には水平切りも出せるし、旋回切りも出せるし、あるいは回転切りにも派生できるんですね。さらに旋回切りを使えばこうやってずっと永遠にコンボが続けられてしまうんですね。じゃあどのモーションを使ったらいいんだっていう話になるんですけど、基本的にはこの水平切り、切り返し、そして突きですね、この3つのモーションが強いので、これらを優先して当てていくようにします。そこにモンスターの動きに合わせて必要であれば切り下ろしや横切り、あと回転切りを追加していくっていう感じですね。あとはコンボを始めるときに便利な突進切りもですね。これだけだと分かりづらいと思うので、具体的にいくつかのコンボの DPS を見てみたいと思います。計測方法としてはシンプルで、1分間で与えたダメージの合計を比べたいと思います。計測に使う装備はこんな感じです。武器は爆破属性を使ってます。まず水平切り、切り返し、旋回切り、突きのループですね。次にそこに回転切りを追加したコンボです。最後にそこから回転切りを抜いて切り下ろしと横切りを追加したコンボです。はい、こんな感じで少し差が出ますね。ただ注意してほしいのは、これ私の入力タイミングによる誤差がありえるっていうのと、そもそも計測時間が1分っていうのも十分な長さではありません。あと今回爆破武器を使ったんですが、これが普通の属性の武器であれば手数が多いコンボが有利になってくると思います。はい、今みたいな旋回ループの DPS の比較ってあんまり重要ではないです。っていうのも、まずモンスターって基本的には動き回っているので、あんな感じの理想系のコンボが当たり続けることはないですし、ダウン中とかの大きな隙ができている時であれば、そもそも旋回ループじゃなくてジャストラッシュなんかを使った方が強いんですね。なので旋回ループに関しては理想的な DPS がどうこうって考える必要はあまりなくて、さっき言ったように水平切り、切り返し、突き、この3つが優先っていうのを意識しつつ、状況に応じて他のモーションも選択していくっていう感じで大丈夫です。実際の狩りの中でのモーション選択の例っていうのを2つほど見てみたいと思います。例えばこの場面、この場面って目の前にある足になるべくハンターの向きを変えずに攻撃し続けたかったんですね。ここで旋回切りを使ってしまうと、多分その後の突きが当たらないんですよね。なのでここではこんな感じで三角ボタンの攻撃も使って、なるべく長く正面に攻撃してから旋回切りというコンボを選択しました。今みたいな向きを変えたくない、つまり旋回切りを使うタイミングをなるべく遅らせるために三角ボタンの切り下ろしや横切りを使うっていうのは私はよくやりますね。はい、続いてこの場面、今ここでは攻撃したい場所とハンターの距離が少し離れてしまっているんですね。なのでここは回転切りを使って少し距離を詰めながら攻撃することを選択しました。回転切りの主要用途として距離を詰められるっていうこと以外に、もう一つ角度を作れるっていうのがあります。例えばこの場面、今水平切り、切り返しって使い終わった後なので、次の選択肢としては回転切りか旋回切りがあるわけなんですが、今腕がちょうどハンターの真正面にあるので、ここで旋回切りを使って角度を変えてしまうと、多分その後の突きが当たらないんですよね。なのでここは回転切りを真正面でなく右斜め前に出して、角度を作ってから旋回切り、突きというコンボを選択しました。まあ結果論としてダウンしちゃったので突きは当たらなかったんですけど、多分転んでなければ当たってたと思います。この回転切りで角度を作って旋回切り突きを当てられるようにするっていうのもよくやりますね。あと旋回ループのもう一つ大事な点として、当たらなさそうなモーションはスキップして先に進んじゃうっていうことですね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、例えばこの場面、今旋回切りを出した後なので、できれば突きを当てたいんですけど、これ明らかに当たらないですよね。なのでここは突きをスキップして水平切りを出すことを選択しました。でこの水平切りの後もできれば切り返しを出したいんですけど、これまた切り返し当たんないなって思ったので、スキップして旋回切り、突きって出すことにしました。旋回切りと突き、水平切りと切り返しって、もちろん当てられるんだったら続けて出した方が強いんですけど、
当たらなければもちろんダメージはゼロなので、スキップして先に進んじゃった方がいい時もあります。旋回ループのモーションの選択っていうのは片手剣の難しい部分でもあるんですが、同時に非常に強力な部分でもあります。個人的な意見としては、旋回ループのモーションの柔軟性とそれによる適応力の高さっていうのは他の武器にはない片手剣の最も大きな強みだと私は考えています。モンスターの動きや自身の回避行動によって他の武器では一旦ポジショニングをし直さなければならないような場面でも、片手剣であれば旋回斬りなどによって向きや位置を調節しながらコンスタントに攻撃し続けることができるんですね。先ほど話したモーション選択はあくまでもほんの一例なので、ぜひ皆さんの手でいろいろ試してみてほしいと思います。はい、ということでパート1、旋回ループについて解説しました。これ何回でも言うんですけど、個人的には旋回ループが片手剣の最も大事なところで最も強い点だと思ってます。次回の動画ではバックステップとそこから派生する技について解説する予定です。バックステップ関係ももちろんそれはそれでかなり重要な話ではあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。